みちのこチャンネル。やあみんな、元気？今日は僕たちほんわか村のお友達をクイズで紹介していくよ。名付けてほんわか村シルエットクイズ。じゃあ早速行ってみよう。第1問、このほんわか村のお友達は誰だ。さあわかるかな。ヒントはくちばしがあって頭の上に大きなトサカがあるね。正解はピッキー。ピッキーは正義感にあふれる明るくて元気なみんなのリーダーなんだよ。第2問、このほんわか村のお友達は誰だ。ヒントはスカートがよく似合ってて頭に可愛らしいものをつけているね。正解はリボン。リボンは素直で器用な優等生でおしゃれが大好きなピッキーの妹。第3問、このほんわか村のお友達は誰だ。ヒントは声が高くてアンテナみたいなものがあるよ。みんなわかるかな。正解はパピオ。パピオはとっても足が速いおっちょこちょいな張り切りロボット。次いくよ。第4問、このほんわか村のお友達は誰だ。は茶色くて丸いメガネをつけているよ。誰かな。正解はマック。マックは朝寝坊するけどほんわか村一の力持ち。第5問、このほんわか村のお友達は誰だ。さあわかるかな。ヒントは頭に可愛いリボンをつけていて髪型が3つのお団子だね。正解は小麦。小麦は笑顔のかわいい女の子でおしゃべり好きなお調子者。第6問、このシルエットは誰かな。音楽好きで髪の毛の色は黄色だよ。正解はショパン。
ショパンは少し生意気だけど頭が良くて成績優秀な男の子。第7問、続いてのお友達は誰だ。ヒントは帽子をかぶっていて、いつもポケットにキャンティーを刺しているよ。正解はルー。ルーは甘いものが大好きで、食いしん坊なのんびり屋さん。第8問、このシルエットは誰かな。みんなわかる？ヒントは大きな耳にサングラスをかけているね。正解はリット。リットはいたずら好きなひねくれ者だけど、実は寂しがり屋さん。みんな覚えてくれたかな。リトルマガジン6月号ではハローほんわか村が連載300回を迎えました。それを記念してキャラクター人気投票を開催中です。今回紹介した仲間の他に、うちゃぎ、セロリ先生、ドゥードゥル先生、虫さんを含めた12の仲間がエントリーしているよ。リトルマガジンを読んで一番大好きな仲間を投票してね。みんなからのたくさんの投票待ってます。みんなの表現。